き。島の教会にて神父様は語る。神とはただお一人、それはイエス様のみである。子供たちに語る。森の中や道端の石に手を合わす人たちなどがいますね。続いて語る。あれほどバカな行為をしている者はいませんね。それでも語る。あんなものに神などいるはずないのです。小さな僕にはもちろん、イエス様も素晴らしい神様です。でも家の隅々に供物と線香を焚いて手を合わす母や、台所のひねかんに手を合わすおばあさんはアホなのでしょうか。海岸の森の中、道から海に抜けたあの光の瞬間、空と雲が赤に染まる、天と地の境もわからなくなるあの夕暮れの瞬間、散乱した内カビや線香の燃えかす、泡盛の香り漂うあのむき出しの岩肌、そしてガジュマルの絡みつくめまいがしそうな森の中のそこら中、そんなところにこそ僕は、そんなところにこそ僕は、そんなところにこそ僕は神を感じて仕方ないんだが。